スリランカの外交官で国連職員。2006年現在は軍縮問題担当の事務次長を務めている。2007年からはパグボッシュ会議の会長。ダナパラは1938年12月30日にスリランカで生まれた。彼の家族はバーダラの裕福な家の出身である。ダナパラはスリランカにおける代表的な最高学府で、 あるキャンディのトリニティカレッジで教育を受けた。学校では多彩な才能を発揮し、1956年のザ・ライド・ゴールドメダルを受賞している。17歳の時には、エッセイ・コンテストにおいて、我々が望む世界と題する作品を提出し、最優秀賞を受賞した。この副賞として、アメリカ合衆国への旅に出た。彼は、当時上院議員であったジョン・ F ・ケネディアド・ワイド。 アイゼンハワー大統領と面会している。これらの出会いによって、ダナパラは国際政治に関わりたいとの希望を持つようになった。スリランカ政府の外務省に入省した、彼はロンドン、北京、ワシントン DC、ニューデリー、ジュネーブなどの海外勤務を経験した。1984年から3年間はスイス大使を務めている。この後は国連大使、 そして1995年からは在米大使に任命された。1990年代にスイスのジュネーブで開催された NPO 会議に招かれた彼は優れた指導力と外交スキルを称賛された。ニューヨークタイムズ氏は彼をこの会議の司会を務めたことで平和主義者の間では最も著名な外交官の一人と目されるようになったと述べている。 国連のコフィー・アナン事務総長は、ダナパラの才能に目をつけ、彼を国連に招いた。1998年から2003年まで事務、次長補として、軍縮問題を担当した。2004年からは平和プロセス担当の事務次長に任命され翌年までその職を務めた。これらの国連での任務と同時に、スリランカ大統領の特別補佐も兼任している。 2006年に改善される事務総長選挙への立候補を行ったが、事前投票においていずれも再開となり、9月に立候補を辞退している。J.A. アンサドンナパラウィズ、アールライデル、ジェネバ、ユナイテッドネーションズインスティチュートフォーディスアーマメント、リサーチ、2005J.A. アンサドンナパラ、ジェネバ、アンイラー、1993 パブリッシュドフォーアンイーダーバイダートマスハット、パグウォッシュカンファレンシーズオンサイエンス、アンドワールドアフェアーズ。ありがとうございます。